はい、皆さんこんにちは。物理学科の徳永と申します。本日はオープンキャンパスにご来場いただきありがとうございます。じゃあ、物理学科の紹介で、これは学科のオリジナルのホームページのトップページなんですけども、ここに書いてあるキーワードですね。すべては物理から始まる、宇宙から素粒子まで、これ後ほどご説明します。で、学科のホームページに行くには東京ユニバーシティオブサイエンス TUS 物理学科で検索していただくと、一部二部物理学科の大学公式ホームページ、あとここから学科オリジナルのホームページに飛ぶことができます。あと下の方にスクロールしていただくと、学科の紹介している YouTube 動画がございます。で、物理学科はどのようなところ、まず物理学科の歴史からご紹介したいと思います。明治時代に創立した東京物理学校が東京理科大学の前身です。で、物理学科は日本で国内で2番目に古い物理学科となっております。で、物理学科創立メンバーが物理用語を日本語に訳して日本語初の物理学教科書を刊行し、日本語で初めて物理教育を行いました。で、創立メンバーはそれぞれ仕事を持ちながら無給で授業を行って、近代日本における理学の普及に貢献したと。それはどういうことかというと、明治大正期においては全国の中高実数系教員の半数以上が物理学校出身であったことが知られています。で、理学部一部二部物理学科の教員はその志を今も引き継いでいるわけです。で、もう皆さん今日このキャラクターとこの校章をご覧になっていると思いますけど、これは全て物理に由来があると、東京物理学校を坊ちゃんが卒業した設定になっていますよと。あと校章は相対性理論に関係がありますので、興味ある方多分高校生の皆さん助走はつくと思うんですけど、調べてみてください。で、物理ってどういう学問かということなんですけど、物理学は現象の奥にある普遍性と本質を追求する認識の学問であると。で、物理学は現代の科学技術の基盤であると。これが最初に申し上げた全ては物理から始まるというキーワードの意味です。で、皆さん我々の便利な生活、現代生活というのは物理学の基盤によって成り立っているという、これはごく一部その例を挙げました。で、物理学科の人材育成の目的なんですけど、これは読み上げます。実力主義の伝統に立脚し、知識の習得にとどまることなく、物理現象の奥にある普遍性と本質に迫る思考方法の寛容を通じて問題発見と解決の能力を身につけ、多様な分野で貢献できる人材を育成する。硬いですよね。なかなか、でもちょっとかっこいい文章かなと。はい。それで、物理学っていうのはですね、最もミクロな素粒子から最もマクロな宇宙全体まで、自然界のあらゆるスケール、すべての現象を対象にする学問です。で、このスケールというのは50桁にも及ぶわけですけども、これが宇宙から素粒子までというキーワードの意味です。で、物理学科の教員12名、研究室12研究室あるんですけど、このすべてのスケールに対応した人員がバランスよく揃えております。で、物理教育を含めて5つの研究分野に分かれていまして、それぞれの研究分野で最先端の研究を日夜行っております。で、簡単に駆け足で各研究室の教員をご紹介したいと思います。で、ここの黄色がまだ本日も物理学科でやっているイベントですので、ぜひこの後の時間帯もご訪問いただければと思います。で、素粒子論、素粒子理論、X 線天文学、生命から見る惑星衛星系、磁気記憶から太陽系の進化、超伝導量子コンピューター、光に乗る量子情報処理量子コンピューター、ナノ粒子の光による輸送、極低音物理、理論物理ですね、超伝導、光物性、あと光生物物理学、これ私です。この後の時間帯やってますので、ぜひ、はい。で、物性理論、あと物理教育、このような研究室を揃えております。で、物理学ってどんな学問なのかということなんですけど、まず皆さんに強調したいのは、物理学っていうのは数学で記述されると。物理法則は数学で記述されるんですね。で、物理学というのは自然界のあらゆる現象を説明することができるんですけど、その物理学の基盤になっているのが数学であるということなんです。
なので学科のカリキュラムは物理学の専門科目はもちろんなんですけど、 1,2 年生で物理数学の基盤しっかりこれを身につけて、あと1年生か3年生まで物理学実験が配置されていて物理現象を体感すると、でかつ自然からデータを取得して解析して物理法則に帰着させるという物理の手法を訓練します。それによって4年生の卒業研究につなげます。卒業研究で物理学科では卒業研究4年生必修で、教員の指導のもと自動的な学習ではなくてオリジナルな研究テーマ、最先端の研究テーマに取り組んで素晴らしい成果を出している例もございます。アンケートで最も評価が高い授業となっております。あと物理学科ではですね、学生同士の交流というか友達作りを促進するためのいろんな仕掛けを持っております。その一つがクラス担任制度で、10人ずつのクラスで担当する教員がいてってクラスの交わせなどを頻繁に行っております。あと初年時にはそのクラス単位で少人数のゼミ形式の授業を行っております。教員総学会でやっております。でさらにフレッシュマンキャンプというイベントも行っていて、コロナ前は1泊2日の宿泊やっていて、新入生同士の親睦かつ教員との親睦という方だったんですけど、まあ、今年度は約3週間かけてこのマイコンボード LED を用いた LED アートの制作課題に取り組んでいただきもらいました。でこういうプログラミングの基礎を学びながら AI 時代に本当に人間の価値が問われる創造性や芸術性を競うこういう課題に取り組んでもらいました。後ほど再動画をお見せします。他にアクティブラーニングの一つである反転授業や海外留学の機会というのも提供しております。で進度はどうなるのかということなんですけど、学部卒業では 60% 以上が修士課程に進学します。残りの 40% が就職で、まあ、あらゆる分野に就職していくんですけど情報系が一番多いかなという。で修士課程卒業するとほとんどが就職して、この場合はメーカー製造業の技術者になる場合割合が一番多いかなと。で博士課程に進学する割合も一定数いて、この方たちは研究者とか大学教員になっている例もたくさんございます。でこれが直近の進路です。ちょっと時間がないので詳しい説明しないんですが、大学院の進路では理科大大学院に半数 30%、 残りの 30% が他大学大学院というこんな割合になっております。で修士課程卒業した時の進路がこのように、直近の進路はこのようになっております。でどんな分野にも入り込んでいける潜在力があることが物理学科卒業生の強みであるということで、あと学科オリジナルのホームページに活躍する卒業生からの声を載せております。まあ、今こういう分野で活躍している卒業生 OB、OG の声を載せてますので、ぜひオリジナルホームページにアクセスしていただきたいと思います。であと皆さん AI データサイエンスで多分関心あると思うんですけど、物理学科はそのためにも最適な学科であると、つまり AI のハードソフトの進歩っていうのは物理学が支えておりますよと。で物理学の手法というのはデータサイエンスにフィットするので、例えばですね、物理学科の最近の卒業生で AI データサイエンスを駆使したサービスを提供する会社を立ち上げた卒業生もございます。まあ後で検索していただくと出てきます。2名の卒業生がこういう会社を立ち上げています。これは一例に過ぎません。じゃあ最後にフレッシュマンキャンプの動画をお見せします。4月末に課題を公開して5月末に発表会を行いました。でゴールデンウィーク中を除けば約3週間で取り組んでいただきました。このマイコンボード、アルディーノというのは卒業研究や修士の研究、最先端の研究でも役立つツールなので、そのための訓練にもなっております。これクラス単位でチームを作ってもらいました。12チームを作ってもらって、で役割分担、それぞれの学生の得意分野に応じて役割分担ができる。作品としては LED アート作品と動画とポスターを制作してもらって、それについて審査を行いました。で動画賞と作品賞それぞれ2グループずつ、まあ、これ4つの班均等に受賞して、評
教員のポケットマネーで景品も出しております。チームみんなで何かに成し遂げる、それが大学入学して1ヶ月目でできるっていうこの経験を楽しみにしてました。入学したばっかりでまだ学校にも慣れていなくて、友達ができるきっかけにもなったし、物理学になんか一歩踏み出せたみたいな気がしました。作ってる時の雰囲気が高校の文化祭に近いものを感じていて、なんかみんなで楽しく話しながら制作して、私がうちのこのフィッシュマンキャンプに参加したきっかけである、なんかこういう関係が広がるっていう部分が達成できたところが、嬉しかったなっていうふうに思います。やることがすごく多かったので、どうやって一個一個のグループに働きかけをしていくか、どういう声かけをしていくかとか、あとはどういう日程でやっていくと一番、ゴールまで効率よくできるのかっていうのはすごい自分の中でもたくさん悩んで、こういう手順で踏んでいったらみんなが動きやすいんだろうなとか、場所はこういうところでやった方がいいんじゃないかとかっていうのはすごい気にして動くようにしてました。僕はもともと物理学が好きで、やっぱりみんな物理学が好きだっていう人が多くて、僕よりも熱量多く物理学が好きだみたいな人も多くて、物理学の話を同じ熱量で話せるっていうのはもう物理学に入ってよかったなと思ったことです。はい、アート作品は美しさを追求したものとか、リアリティを追求したもの、あと力学的な正確性を追求したものといろんな視点があって、もう激戦でした。皆さん素晴らしい出来で、これ背景にあるのが実際の作品です。素晴らしい作品を学生たちは作っていただきました。ぜひ皆さんも物理学科に入学していただいて、この貴重な体験をしていただきたいと思っております。じゃあどうも本日はありがとうございました。